柳田が入ります。まあ、形を作りましたよね。ここからですね、クリーンアップ。第4戦は一番得意というこの柳田、初球から行ってレフト線へ、三塁回った、柳田あっさりと初球打ちで同点タイムリーツーベースト。7回の裏再び同点、5対5、ホークス追いつきました。タイムリーツーベースヒット。追いつくときはまたまたあっさりというところ、今のバッティングです。外、まあ、内側前が真ん中に入ってきたのかなと、まあ、それを素直に、ね、打ち返しましたよ ね、強引に行かずにですね、昨日なんか結構ブルンという初球を振ってましたが、ね、はい、今は本当ミートするっていう感じで打っていきましたよね。状況とか相手ピッチャーとか考えてのどこなんでしょうか。そう思いますね、やっぱり左で球が速いピッチャーですからね、引っ張るっていうことはなかなかできないという判断なんだなと思いますよね。そして先ほどは逆転タイムリーツーベースを放ったイデオです。